数ある動画から選んでいただき誠にありがとうございます。ぜひ最後までご視聴ください。生き方に悩む必要はない。世間体とか気にしないで自分の気持ちに素直に従えばいい。どう生きたって文句を言ってくる人は必ずいる。それは気にするだけ無駄。他人に何を言われようと迷惑をかけない限り関係ない。生き方に悩む必要はない。世間体は気にしない。自分の気持ちに素直に従う。どういうふうに生きたって文句を言う人は必ずいる。それは気にするだけ無駄。他人に何を言われようと迷惑をかけない限り関係ない。今あるものがこの先もずっとあると思ってはダメ。この世に永遠に続くものなどない。人やグループにしろ、店や作品にしろ、あなたが好きな何かがあるなら今この瞬間迷わず応援して。そんな何かに出会えるのは超幸せで奇跡的。今あるものがこの先もずっとあると思ってはダメだ。この世に永遠に続くものなどない。人やグループ、店や作品にしろ、あなたが好きなものがあるなら今この瞬間応援する。そんな何かに出会えるということは超幸せで奇跡的なことだ。あなたはあなたの正義に従って生きたらいいけど、その正義を振りかざして他人を攻撃するのはやめよう。あなたの正義であって他人が従うルールではない。正義は自分の中で貫く。逆の立場ならば嫌でしょう。正義は人によって異なる。その正義を振りかざして他人を攻撃してはいけない。それはあなたの正義であって他人が従うルールじゃない。正義は自分の中で貫くべき。嫌われないかなとか心配する微妙な人間関係に価値はない。そんなものあってもなくても一緒。些細なことで嫌われるくらいなら最初から関わらない方がマシ。そんな関係のためにストレスをためてはダメ。嫌われないかなとか心配する微妙な人間関係に価値はない。そんなものあってもなくても一緒だ。些細なことで嫌われるくらいなら最初から関わらない方がマシだ。そんな関係のためにストレスをためちゃいけない。社会の常識とか周りのすべきという声、自分の中にあるこうするべきという思い込みは邪魔なだけだ。大切なのはあなたがどうしたいか、どう生きたいか。たった一度きりの人生、自分の気持ちに従ってやりたいことをやろう。社会の常識とか何々すべきという声、自分の中にあるこうするべきだという思い込みは邪魔なだけだ。大切なのは自分がどうしたいか、どう生きたいか。たった一度きりの人生だ。自分の気持ちに従ってやりたいことをやる。人生は短い。仕事ならともかく、私生活まで一緒にいて気分が悪くなる人と過ごしている暇は一秒もない。あなたを大切にしない人、悪口を言う人、一緒にいても楽しくない人とは距離を取る。人生が一気に好転する。人生は短い。仕事ならともかく、私生活まで一緒にいて気分を害する人と一緒に過ごしている暇は一秒もない。
あなたを大切にしない人、悪口を言う人、一緒にいても楽しくない人とは距離を取る。人生が一気に好転する。簡単に諦めてはダメだ。成功は失敗の先にしか待っていない。一度や二度の失敗で諦めていたら一生成功しない。失敗して諦めたらその失敗はただのトラウマ。失敗から学んで成功すればその失敗は成功のきっかけ。同じ失敗でも対応次第で悪魔にも天使にもなる。簡単に諦めちゃダメだ。成功は失敗の先にしか待ってない。一度や二度の失敗で諦めていたら一生成功することはない。失敗して諦めたらその失敗はただのトラウマになってしまう。失敗から学んで成功すればその失敗は成功のきっかけになる。同じ失敗でも対応次第で大きく変わる。何よりも信用は大切。信用を得るには大変だが、失うときは残酷なまでに一瞬だ。しかも信用の多くは一度失うと取り戻せない。信用さえあれば人は何度だってやり直せるし、あなたを信じてくれる人がいる限り、あなたは何度だって立ち上がれる。何よりも信用は大切だ。信用を得るにはとっても大変だが、失うときは残酷なまでに一瞬だ。しかも信用の多くは一度失うと取り戻せない。信用さえあれば人は何度だってやり直せるし、あなたを信じてくれる人がいる限り、何度だって立ち上がれる。人の幸せを一緒に喜べる人になろう。それができれば人の数だけ喜びも増えて、他の人に良いことがあるたびに自分の幸せが増える。逆にそれができない人は人の数だけ嫉妬が増え、他の人に良いことがあるたびに惨めで悲しい気持ちになる。人の幸せを一緒に喜べる人になりたい。それができれば人の数だけ喜びも増えて、他の人に良いことがあるたびに自分の幸せが増えていく。逆にこれができない人は人の数だけ嫉妬が増えて、他の人に良いことがあるたびに惨めで悲しい気持ちになってしまう。人生がきついときは思い出してほしい。私はいつだってあなたの味方だし、あなたを応援しているし、あなたの幸せを願ってる。どんな状況でも必ず何とかなるし、あなたなら何とかするし、何とかならなくてもそれはそれでいい。最終的には全部うまくいく。人生がきついときは思い出してほしい。私はいつだってあなたの味方だし、あなたを応援しているし、あなたの幸せを願っている。どんな状況でも必ず何とかなるし、あなたなら何とかするし、何とかならなくてもそれはそれでいい。最終的には全部うまくいく。趣味に熱中していると、何を目指しているの、何の役に立つのと否定する人がいるかもしれないけど、楽しいから、やっているとき幸せだからと素直に答えればいい。人生は楽しくて幸せになったもの勝ち。これ以上に正当な理由は何もない。趣味に熱中していると、何を目指しているのか、何の役に立つのかと言ってくる人がいるかもしれないけれど、楽しいから、やってるとき幸せだから
と素直に答えればいい。人生は楽しくて幸せになったもの勝ちだ。これ以上に正当な理由は何もない。賢くなればなるほど自分がいかに何も知らないかに気づいて断定口調はなくなるし、偉くなればなるほど偉そうに振る舞う必要がなくなり、他者に丁寧に接するようになる。断定口調の人はほとんどがアホで、偉そうにしてる人はほとんどが小物だ。賢くなればなるほど自分がいかに何も知らないかに気づいて断定口調はなくなるし、偉くなればなるほど偉そうに振る舞う必要がなくなって、他者に丁寧に接するようになる。断定口調の人はほとんどがアホで、偉そうにしてる人のほとんどが小物だ。愚痴らない、悪口を言わない、陰口ダメ。これらの悪い習慣を捨てるだけで人生は100倍楽しくなる。愚痴、悪口、陰口ばかりを言っていると同族が集まってくる。常にネガティブな発言は人生を悪に導く。愚痴らない、悪口を言わない、陰口を言ってはいけない。これらの悪い習慣を捨てるだけで人生は100倍楽しくなる。愚痴、悪口、陰口を言っていると同じような人が集まってくる。常にネガティブな発言は人生を悪い方向に導いてしまう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、コメントいただけますととっても嬉しいです。今後ともご視聴いただけますと幸いです。ありがとうございました。